現代社会の先祖って言ってましたからね。こんにちは。とある IT 企業で係長をやっている達夫です。この度はご視聴いただきありがとうございます。で、普段はテレワーク中心の生活なんですけども、まあ、たまに出社する場合もあって、その場合に持っていくカバンの中身を今回紹介していきたいというふうに思います。で、最初に断っておくんですが、他の YouTuber の方のようなおしゃれなアイテムなんかは全然なくて、どちらかというと実用的なものにステータスを振ってますので、そのあたりはご了承いただければなというふうに思います。で、まずカバンはブリーフィングの SQ パックと言われるものですね。リュックタイプになってます。昔はブリーフタイプのカバンも持って行ってたんですけども、ここ数年はもうリュックタイプを使ってます。このバッグ自体はもう4年以上使ってますね。で、なぜこのカバンを選んだかと言いますと、まず私の中で仕事用なカバンに求める条件が3つぐらいありまして、1つ目がまず丈夫であるってことですね。電車通勤なので満員電車に乗ると擦れたりぶつけたりすることが多いので、破れたりしないようになるべく丈夫なものを選ぶようにしました。で、このブリーフィングはナイロンの5倍以上の強度を持つバリスティックナイロンというものを使っていて、日本国内のメーカーなんですけども、アメリカで作られてます。で、アメリカの国防省が定めるビルスペックと呼ばれる水準を満たしていて、この規格はアメリカにおいて軍事産業とか航空産業で求められる一般の規格よりも数段厳しい規格なんですね。で、例えば防弾チョッキとか銃のケースに使われているぐらい丈夫なものになってます。で、2つ目の条件が容量が25リットル以上と大きめなことです。で、これは仕事用のカバンを用途によってなるべく変えたくないからです。で、どういうことかと言いますと、まあ、仕事によっては1泊2日の出張になったり、まあ、帰りにジムに行くようになったりとか、日によって入れるものの容量が変わってきます。で、荷物によって大きなカバンを使ったり小さなカバンを使ったりと、とっかえひっかえするとどういう悲劇が起こるかというと、財布とか社員証とかを入れ替え忘れたりするんですね。まあ、これ私だけかもしれないですけども。で、自分の会社なのに警備員に止められて上司に迎えに来てもらうという悲惨な状況になるので、まあ、なるべくそういうことをなくすために、カバンは同じものを使うようにしています。なので、普段の通勤から1泊2日ぐらいまでの出張まで耐えれる守備範囲が広いカバンとして、ある程度容量があった方がいいというふうに思ってます。で、どれぐらいあればいいのかというと、まあ、経験上最低25リットルぐらいあればいいかなというふうに思ってます。そうすると1泊2日分の着替えとかも含めて対応できますし、見た目にもあまり大きすぎないのでバランスが取れてるかなというふうに思います。で、このブリーフィングの SQ パックは2層式になっていて、合わせて30リットルは入るので、まあ、1泊2日程度のものであれば余裕で入れることができます。で、外側の収納から見ていきます。で、外側の収納はポケットが複数あって、まあ、小物を収納しておくスペースに最適かなというふうに思います。A4 サイズの雑誌とかも入るような空間もあるので、まあ、書類とかも入れることができるようになってます。で、次にメインの背中側の収納になります。ここには背中側にクッションが入っているので、まあ、ノート PC の収納するスペースとして最適かなというふうに思います。あと、ご覧いただいているように開口部がぐっと開くので物を取り出しやすいというのもこの SQ パックのいい点ですね。で、バッグの外側には大きなポケットが2つついています。で、アクセスがとてもいいので頻繁に出し入れするものを入れています。私の場合は家の鍵やリップクリームなどを入れていることが多いです。ポケットの下段には取り外し式のキーリングもついています。で、頻繁に使うことはないんですけれども、もしもの時のために普段は予備の家の鍵をつけています。で、3つ目の条件が持ち手がしっかりしているということです。で、電車に乗ると大体満員なんで、リュックは背負わずに手に持つ必要があります。で、その時はこういった形で持ち手をつかむことになるんですけれども、この持ち手の部分が細かったりつかみにくいリュックだと手に食い込んで結構痛くて長時間耐えれないんですね。なので忘れがちなんですけれども、このつかみ心地っていうところについてはリュックタイプのカバンを購入するときには要チェックポイントになります。で、この SQ パックはこの持ち手が素晴らしいんですね。
ボタンで2つの持ち手を1つにまとめることができるのと、この掴み心地は抜群なんですよね。なので長時間持っていても手がとても疲れにくいです。超おすすめです。でバッグ本体の重量を測ってみたいと思います。で今これ空の状態なんですけれども、約 900g ですね。リュックタイプの重量にしては結構軽い方なんじゃないかなというふうに思います。はい、ではカバンの中身について紹介します。全体的にはこんな感じですね。一つ一つ詳細について説明していきたいというふうに思います。1個目はポーチになります。雑誌の付録についてきたポーチに、薬とかいろいろ入れているようにします。でまずこれはティッシュですね。ジップロックに入れて、濡れないようにしています。でこちらはマスクですね。もうこれがなかったら外に出れないということで、もしものためにマスクの予備を入れています。で最後これハンカチですね。予備のハンカチを入れているようにしています。あとは常備薬ですね。この4つをポーチの中に入れるようにしています。なんでハンカチの予備入れてんのって思われている方がいらっしゃるかもしれないですけども、家出て5分ぐらい歩いた時にやっぱハンカチ忘れたっていうのに気づいて、でもハンカチのために家帰るの微妙やなっていう感じで、そのまま出社するパターンを、今まで2000回ぐらいやってるんですけども、さすがに30過ぎてこれはあかんなというふうに思って、忘れても大丈夫なようにハンカチの予備を、常に持ち歩くようにしています。お次は薬常備薬ですね。もしも新社会人の方が見ていたら覚えておいてほしいんですけども、持っておいてほしい薬が2つあります。で1個目が下痢止めのストッパです。電車に乗った瞬間から腹痛が始まって、途中下車したら会社に遅刻するという、漏らすか遅刻するかという究極の二択を迫られるのを、30歳までに必ず経験するんですけども、これを通称通過切れというんですけども、それに対抗するために常備しているのがこの下痢止めのストッパー、水なし1錠です。電車の中で急にお腹が痛くなってもその場で買うことはもちろんできないんで、事前に持っておくことをお勧めします。で見ての通り私はこれに過去数回救われてます。ありがとう下痢止めストッパー。もう一つがロキソニンですね。頭痛、刺痛、何でも効きますから。ある先輩はロキソニンのことを現代社会の先祖って言ってましたからね。こんなん何本あってもいいですから。ただ一時的な痛み止めなので、ちゃんとしっかり医者に行くことをお勧めします。以上がポーチの中身でした。まとめると下痢止めストッパーを買っておいた方がいいという話になります。はい、次にご紹介するのは PC とそのケースになります。 PC は M1 の MacBook Air を使っています。でケースはトムトックという Amazon で2000円しないぐらいの安いケースを使っているんですけども、これめちゃめちゃ良くて、中のクッションがすごい肉厚なんですよね。で MacBook 自体そんなに防御力が高くないパソコンなので、満員電車で揉まれる可能性があるので、安心のために割とこういった肉厚なケースを、選んでいます。で MacBook Air の背面にはモフトのスタンドを貼り付けています。外出して作業するときに目線を上げることによって腰とかの負担が軽減されるので、よくカフェとか図書館で作業するときに使っています。で高さも2段階で調節できるので、好みに合わせて使うことができるのもいい点ですね。 MacBook の購入に合わせて買うのもすごくいいと思います。はい、続いてはガジェットポーチになります。こちらリバーフライヤーというところのガジェットポーチを使っています。これ使いやすくてとてもいいです。まず中身を抜いてもケースの形が保たれるようにしっかりとした作りになっていて、ふにゃふにゃしないようになっているんですね。あとジッパーもちゃんと止水ジッパーになっているので、急に雨が降ったとしてもある程度は大丈夫そうです。で中身はこんな感じですね。でサイズは縦 23.5cm、 横 14cm、 高さ 5.5cm の重量が 210g になってます。容量的にはモバイルバッテリーだとか電源ケーブルだとかアダプターとかまとめて入れることができてます。中身の詳細を見ていきたいというふうに思います。まずケーブルですね。ケーブル、これは M1 MacBook Air の純正のケーブルになってます。充電用ですね。で次に電源アダプターはアンカーのものを使用しています。でポートが2ポートのタイプになっていて、USB-C と USB-A の2ポートになっています。最近だと窒化ガリウムのもっと軽いやつが出てるかもしれないですけども、これ全然壊れる気配がないので、使えるものは使っているっていう感じですね。あと MacBook に欠かせないのがハブですね。
こちらアップル製品の周辺機器で有名なサテチ様からご提供いただいたオンザゴーマルチ USB-C ハブっていうのも使ってます。でもう少し使い込んだらレビュー動画を出していきたいというふうに思ってるんですが、まあ、これめちゃくちゃ今のところはいいですね。でちょっとだけ特徴を説明すると、まあ、ケーブルが長いものと短いもの2つ付属しているんですけども、短い方がこれ本体に収納できるんですね。もうこれが結構便利。あとポート類が9つあるんですけども、まあ、HDMI とかはもちろんのこと VGA までついてるんですね。で今更 VGA とか必要かよと思われる方結構いらっしゃると思うんですけども、意外とビジネスシーンではまだまだ使う時があって、まあ、たまにですね会社の会議室でプロジェクターの入力端子が VGA しかないとかあったりするので、結構ビジネスシーンでも活躍できるハブになってます。あとモバイルバッテリーにはアンカーのパワーコアの1万ミリアンペアのタイプを使っています。 iPhone だと約2回から3回充電できる容量になっています。あと充電用のケーブルとしてオールラウンドというものを使っています。これドイツのメーカーですかね、ちょっとわかんないんですけども、このケーブル結構面白くて、端子を付け替えることによって全部で6パターンのケーブルをカバーできています。ケーブル本体自体がこういった形に伸び縮みするのでかさばらずにコンパクトに収納することができます。で入っているアダプターはライトニング端子のアダプターと、あと充電する側の USB-C タイプのアダプターと給電する側の USB-C の端子のアダプターになります。まあ、ちょっとややこしいかもしれないんですけども、マイクロ USB とライトニングと USB-C いずれの端子にも対応できるので、これ1本でほとんどのデバイスの充電ケーブルを網羅することができます。あとこのガジェットポーチには内側にチャック式のポケットがついているので、スマホとかを拭けるような使い捨てのクリーナーを入れるようにしています。これも何かと使うシーンがあるので常備しています。でガジェットポーチの背面にもチャックが一つついていて、ここには MacBook Air の画面を拭く用の、クリーナーを入れています。以上が PC 類とガジェットポーチになります。お次は文房具類になります。まずは手帳ですね。これはエルビゾンテの手帳カバーにフランクリンプランナーのウィークリータイプのリフィルを入れて使っています。この手帳自体も6年以上使っているのかな。結構革が馴染んでいい感じになってきてます。細かいタスク管理はノーションとかいうアプリを使っているんですけども、手帳の方が一覧性が良い場合があるので、月単位のタスク管理などは手帳を使って管理するようにしています。でペンケースは海外旅行に行った時に買ったので、もうどこのやつかちょっとわかんないですね。で愛用しているペンはパイロットの V コーンってやつですね。これ本当に書き味が良くてサラサラ書けるので、まあ、ペン自体も安いのでとてもおすすめです。とこれ A4 用紙を30枚ぐらい挟んでるんですけども、ヒンジって言われるファイルケースになります。これは0秒思考と呼ばれる A4 の用紙に考えを1分間にどんどん書くっていう思考法があるんですけども、これも6年ぐらいやっていて、そのために買ったファイルケースになります。まあ、こんな感じにですね、 A4 の用紙を収納するポケットと用紙を挟む部分に分かれているので、とてもシンプルな構造です。まあ、背表紙にペンを挟んでおくということもできます。まあ、これ一つあれば何年も使えることができるので、0秒思考をやる人にとってはおすすめです。あと名刺入れですね。まあ、コロナ禍になって以来直接名刺を交換するシーンって激減したので、ほとんど使うことないんですけども、一応持っています。でどこで買った名刺入れかをちょっと忘れてしまったんですけれども、まあ、とにかくですね量が入るような形で、まあ、裏表ですね両方名刺を入れることができるような大容量タイプになっています。と耳栓になります。耳栓って何かと役に立ちますね。一回新宿歌舞伎町のホテル泊まった時があって、その時外でヤンキーの抗争かなんかがあってめちゃめちゃうるさかったんですけど、この耳栓があったおかげで寝れました。あとはキーケースですね。キーケース自体はエルビゾンテのものを使っています。中は、鍵とエアタグを入れていますね。エアタグ自体はこれ200円ぐらいのケースを使ってます。まあ、他の動画にしてるのでよかったらご覧ください。でこれエアタグと鍵2本ぐらいであれば、このケースしっかり締めることができるので、コンパクトに持ち運ぶのであればおすすめです。財布は長財布のタイプを使っています。ブランド名はロエベですね。まあ、海外旅行に行った時に買ったんですけど、日本で売ってる時よりも半分ぐらいの価格で買えたので結構安かったです。でカードがいっぱい入るので、重宝してますし、革質が結構いいので7年ぐらい使ってるんですけども、まだまだ全然使えそうな感じです。あとは AirPods Pro ですね。傷がつかないように外側にケースをつけています。ポケットによく入れるので傷がつかないように、ケースをちゃんとつけています。ケース自体はミラケースというところで Amazon で1300円ぐらいかなするんですけども、結構使い心地もいいのでおすすめです。はい、ここからは飲食関係ですね。これは水筒になります。サーモスの 500ml タイプの水筒になってます。
コーヒーをよく飲むんですけども、会社の自販機とかで買っちゃうとお金もったいないですし、あんまり美味しくないので、自分でコーヒーを作って持っていくようにしています。でコーヒー自体は全自動コーヒーメーカーのマグニフィカ S というものを使っています。これめちゃめちゃおすすめです。で1杯あたりこれだと15円ぐらいで作ることができるので、まあ、コスパ的にも美味しさ的にもこれが一番いいかなというふうに思います。マジでおすすめです。で最後にご紹介するのがこの弁当箱ですね。サーモスのスープジャーになります。これにオートビールとかを入れて持っていくようにしています。これ激ダサピンクなんですけど、これはおかんにもらったからです。で中もあんまり好きじゃ色好きな色じゃないんですけど、おかんにもらったのでこのままの色を使ってます。これめちゃめちゃ便利です。うちの会社の食堂って食べると1回ぐらい700、800円ぐらいしちゃうんで、まあ、コスパ的にあまりよろしくないので、自分でご飯をなるべく作って持っていくようにしています。であとですね、昼ご飯食べ過ぎると眠くなっちゃうんで、まあ、量を抑えるっていう意味でも自分で作るようにしています。はい、では今までご紹介したものを全部このカバンの中に入れていきたいというふうに思います。冒頭申し上げましたけども、 S 級パックの容量自体は30リットルはあるので、文房具類や PC とあと弁当を入れても十分なスペースがあります。まあ1泊2日の出張ぐらいだったら全然余裕でいけますね。最後に入れた時の重量の方を計測していきたいというふうに思います。はい、5.4kg ですね。まあ、これ弁当と水筒が空なので、足していくと、まあ、約6キロ超ぐらいになるのかなというふうに思います。まあ、ビジネスマンのカバンとしては普通ぐらいですかね。まあ、PC を持つ必要がなければもっと軽くはなると思うんですけども、大体はこれぐらいの重量のものを持って通勤することにしています。で背負うとこんな感じになりますね。私身長180センチあるんですけども、まあ、大きすぎもせず小さすぎもせずちょうどいいぐらいの大きさかなというふうに思います。で電車に乗った時は、冒頭言いましたけども、持ち手がしっかりしているので、手に負担がかかりにくいんで結構軽く持つことができます。まあ、こんなことはしないですけどね。今回は33歳の係長が仕事用に持っていくカバンということで紹介の方させていただきました。まあ、あんま参考にならない部分もあると思うんですけども、もしも参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ高評価やチャンネル登録の方をお願いいたします。それではさようなら、ありがとうございました。